いらっしゃいませ。何かお探しですか？ああ、その、なんか女物の指輪でフランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが。今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷物になるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか？ああ、その誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあ由美って入れてもらえるか？はい、受けたまわりました。おっと、ごめんよ。もしかしてあなたもすられたんですか？ああ、ひょっとしてあんた？ええ、私もすられてしまいました。あのすり師は隠れるのが上手でなかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか自販機の裏とか。そうなるか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで。なるほどな。だがどこに隠れていようが絶対に探し出して取り返してやるぜ。もしも見つけたら私の仇も取ってください。わかった。おい、お前。盗んだ指輪を返せ。バレたか。おい、ちょっと待て。
足の速いやつ。あ、財布がない。あの男スリだったのか。ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。そう、また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰める奴がいるとは。まあ良いわ。ん？何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ、一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。すいませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ、俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それがもう手元にないんです。何？どこへやったんだ？ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その、言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと？当たってればいいんですがね。結果がわかるのはもっと先のことで。
なあ、その指は俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか？あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。くそ。あれ、キリュウの兄貴じゃないですか。シンジ。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが、時間がない。急いでくれ。あ、はい。恩に着る。今度、感想聞かせてくださいね。さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。シンジ。あれ、兄貴、早くないっすか。ショートだったんすか。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか。頼む。詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。
指輪か。ない。さっきまであったのに。まさかもう誰かが買っていっちまったっていうのか。あんたやっぱり来たんだね。おい、ここにあった指輪どうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか。とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。やすっちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。そうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。
おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。ん？錦はどうした？錦山君ならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってた？そうか。今何時だ？もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえばユミは？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。じゃあしっかり風間さんにそのケース渡しなさいよ。今夜待ってるね。キリュウさん、キリュウさん。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いや、ちょっとキリュウさんに紹介したい奴がいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番息がいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東城下一の殺し屋っつって。柏木。すんません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか？いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう。失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に？詳しくは分かりません。でも錦のおじけばをそれ聞いて組長のところに。錦が？で、場所は？劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした？
道島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやっさん、弓と錦は兄弟なんです。俺のだから今俺が行かねえと。カズマ、奪った金返してもらおうか。悪いな、今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね。腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな。覚悟しやがれ。小島組長、キリュウ組長が趣味を無理やりだから撃っちまったんだ。カッとなっちまって何発も何発も。ユミ、ユミ、おい、しっかりしろ。やっちまった。東商会の大幹部を。錦、弓を連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だから
お前はここにいちゃいけねえんだ。でも、お前は…行け、錦。弓を頼む。キリュウは…行け！ふざけるな！俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ！伊達君、もういい。よくはないですよ。奴はこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ！刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、シンジ。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会士三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間のおやさんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。で、急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。信じ、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。なんだその態度は。そこ何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。あれなんだ。たく、物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してる。なあ、あんただろう。自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね、堂島の竜。堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよ
お前ら。登場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長が、あの世で寂しいとさ。誰の命令だ。世良会長だ。登場会の三代目だよ。何だと。